ボビニーイコールパブロピカソ駅は、フランスボビニーにあるメトロの駅。パリメトロ5号線の北側の終点である。ボビニーイコールパブロピカソ駅のバスターミナル。奥の建物は、セーヌサンドに県庁。ボビニーイコールパブロピカソ駅多数の高層建物、集合住宅や公共施設のある地区に存する。セーヌサンドに県庁、県議会、裁判所、商工会議所、 警察署などの最寄り駅である。駅はシュマンベール通りとモーリス・トレーズー通りの南方地下8メートルにあり、比較的浅い位置にある。トンネルは列車が駅へ後戻りできるようにパブロ・ピカソ通りの下へ160メートル程度伸びている。バス乗り場は地上に配置されている。また地上にはトラム1号線の駅もある。2011年の乗降客は 672万2182人で、全駅中47位であった。ABC、一度仕上げでオブジティフィコラクテリスティーク、プリンサポラスデラリンニオーレンジ。スタイフ、インフォ、22デサンブル2012、閲覧。アクセス、デートイコールの日付が不正です。ウェブサイトイコールで、外部リンクを指定しないでください。エントランツニュールズプロバナントデール。 イクスター・デラステーション・アーカイブド2013年1月1日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、surlesitdata.ratp.fr、カンサルトル・ジュデサンブル2012。ありがとうございます。